この杉浦海馬はね、当院に生まれた子たちですよ。3年半経ちましたけどね、2014年の夏生まれですからね。3年半で、そしたらカレンと一緒だ。ね、成長するんだ。そうだね。本当鶏肉だもんね。しかもやっぱりそんなに食べないね。うん、小さい時だけこのようなね、しましま模様が残ってるんですね。このしましま模様が迷彩模様になってますんで、保護色ですのでね、水のキラキラキラに溶け込めるようになってるんですね。小さい時ですとね、まだたくさん天敵もいますのでね、大きくなると天敵いなくなっちゃうんですけどね。ですのでね、こうやって保護色なんですね、まだ小さいうちはね。成長していくに従ってこの保護色はどんどん消えていくんですね。ワニ園の方って行っていただいて、沖縄に見ていただくとね、かすかには残ってますけどね、結構単色に近い色になってますのでね。はい、ワニさん、このようにしましまがあるとまだね、子供という証になるんですよ。